一日の作業が終わり、もうすぐ日が暮れる時間になりました。せっかく島まで来たのだから、太平洋を眺めることのできる最南端の岩場に行ってみようという話になり、みんなで山道を上り下りしながら20分ほど歩きました。途中から急斜面で崖っぷちで下に見えるけども、慣れたらね、怖くないし、まかり間違って滑ってもこの場所は死ぬことはないけども、ちょっと痛いかもしれない。そして雑木林をくぐり抜けて、足元に気をつけながら急斜面を歩き続けました。ふと気がつくと、波の音がどんどんと大きくなって聞こえてきました。あ、崖の下に海が見える。岩場の間を通り抜けると、だんだんと海が見えてきました。そこには眩しいばかりの太平洋が広がっていました。この下が釣りのスポットで、週末は地元の方たちがこの岩場を降りてきて、その一番下まで行って、そこで一日座りながら釣りをします。ここまでやっぱり来なかったら、せっかく島まで来てるのに、なんか島って感じしないからね。はい、チーズ。来ました。